っちで合ってるってことだよね。逆を返せば。上？上もあんの？ちょっと待って。404だよね。404までとりあえず走った方がいいのかな。え、どっかで充電できないのかな。あ、来た。新着メッセージ。何この鍵格好。え？こういうのはさ、何これ？アットゲラーマンって書いてあるよ。てか、こういうの変身しやんのが一番やってブロックしようよ。何？何？何？オープニングですかい？オープニングじゃん。完全にオープニング入ってんじゃん。こっからが本当の始まりって言わんかに。うわびっくりした。おお、びっくりした。やってくれんじゃねえか。やってくれんじゃん、このゲーム。やってくれんねえ、このゲーム。おい、脅かし要素やってくれんじゃん。いいムービー流すわ。なにこれ。あれ、スマホが必要なもの以外使えなくなってんだ。あ、でも天の声の人は特になんかないのか。そんな設定だったかな。なるほどね。既読ついたね。結構 LINE 来てるけど、安全なとこに行きたいな。安全なとこに行きたい。その後だな。部屋なら大丈夫だと見た。カタカタ音聞こえんな。スマホがおかしくなる。あ、そっちもおかしくなるの？そっちもおかしくなるのか。スマートバグったね。既読スルーしたからさ。既読スルーした後スマホバグったねやって言われてるやん。みんなおかしくなってんのか。みんなその変なムービー出てきたんだ。はい、でもニコニコは見られないですね。困ります。YouTube 探したら、YouTube でもあの人たちやってると思うよ。あ、ニコニコ動画見るんだ。ちょっと送りすぎ、送りすぎ。見ません。見てるんだ。おい、タカ、編集してんのか？動画編集お疲れ様。ゲーム作ってんのか？それか。おいって。大丈夫かな？タカ、大丈夫か？あー、さ、ちょっと待って待って待って。西森。この人もさ、今ほとんど見なくなったよな。西森なんだ。結構好青年に仕上がってんのね。めっちゃ好青年に仕上がってんじゃねえかよ。こんなんだったか、この人。善一よし、お前こんな人だったか。りょう、見てくださいよ。私のスマホがバグったんです。いやいや、そんな笑顔で言うことじゃない。うん、僕のバグったよ。ちょっと見せてください。ふわっ。そんな笑える？だって同じパクリ型ですよ、これ。りょうも変な、あの、リネメッセージが来てるんです。うん、添付ファイルを開くな、そんなもん。そんなものを開くな。ついてたんだ、じゃあ、さっきのメッセージに。開いちゃダメだよ、そういうのは、もう。面白すぎだ、それ、それ。あのさ、停電してるみたいなんだけど、何？お前たちは緊張感ってものがないの？このキャラたちは。非常に、好奇心が刺激されますね。あの、停電。パソコン、何？バッテリー行くのやっちゃうよ、そのままじゃ。停電してるみたいですね。どうしよう。そうですね。はあ、管理さんの気分は何とかしてくれないんですか？管理人さん。そうかな。寝てて気づかない。いやー、管理人さん、そんな物騒な。なるほど、じゃあ今から行こうよ。タクはついてきてくれんの？そんなごぶったいな。私はスマホ調べたいです。はい？ここは手分けしましょう。てんてんファンの料理をお待たせしました。僕一人で行けと？はい、何かあったら、連絡ください。ここは安全地帯ってぽいな、でも。あ、セーブ入った。強制セーブが入る。今強制セーブ入ってたな。ちょっと待ってね。
スマホのバッテリーあげますよ。ここでうろうろしてたらくれるんだ。ありがてえ。でもなんでバッテリー持ってんの？タカの生地違うのに。だって、量はよく充電し忘れるじゃないですか。わかるわ。なんかバッテリー持ってきてさ、ポケモン GO してたらさ、充電ないって言ってさ、ああ、使うってやつね。わかる。してもらったもんね。行こっか。管理人さんはどこにいるのかを聞いていないぞ、でも。はい。またこのビジム。どうする君。いやもうそんなことはできないって。絶対さ、バッテリーの無駄だし。確かにね、この手のホラーゲームって絶対仲間が必要ないんですよ、ぶっちゃけ言うと。僕のね、歴戦の勘が言ってます。歴戦の勘が言ってるんですよ。多分仲間を連れるのは無理です、このゲーム。なんで一人で行きましょうね。邪険一人で行く。なに、君もたかと同じこと言うのか。僕そういうの言うからじゃないんだけどな。まあ行く、そうだよ、どうせ行っても同じことになるから。でもさ、どこに管理人の部屋があるか聞いてないぞ、俺は。管理人の部屋がどこにあるかなんて聞いてないよ。で、多分そろそろ出てきてもおかしくないんだよ。なに？びっくりするからやめて。通知送るのはやめてね。管理人さんの部屋どこにあるのか聞いてないぞ。でも。屋上？え、屋上なのに、屋上なのに電気がないとはどういうこと？あ、夜だからか。夜設定か、一応。夜設定だからないのか。管理人さんいないなぁ。この辺りにあると思うんだけどな。一番上じゃないのか。一番下か、こういう時は。これはバッテリーの無駄をしている気がするぞ。屋上なのに電気がないのは多分夜設定だからな。不便だな。一番下だよな、こういう時は。管理人は一番下に。何？右？右になんかさ、右なんか変なことになってたよ、今。今なんか、右の画面変なことになってなかった？いやいやいや、怖い怖い、落ちてくる、絶対落ちてくる。パリン。パリン。え、なんか右の画面変なことになってなかった今。パリン。はい、パリン。来ないな。この手のホラーゲームは必ず落ちんのに。なになに？あ、トイレ。トイレ！こっち行ったら青いつなぎ男が襲ってきそうな気がする。俺の勘が言っている。第6巻が言っている。こういうホラーゲームってね、いろんなとこ探索するのが面白いんだと思うんだけどさ。僕はそういうのしたくないな。必要な道以外通らんぞ。怖いもん。エグジットか、出口か、これは。え、管理人さん探せるゲーム結構かかるぞ。あ、ここなんだ。もしもーし。いませんか？あれ？開いてる？開いてんの？早く電気つけろって。やばいって。絶対懐中電灯つけた先になんかいる。暗いなぁ。大丈夫？え？え？はぁ、なに？なになに？逃げろ！逃げ切るイベント始まった！急に逃げるイベント始まっちまった！え、結構早いのか？結構早いのかな？結構なんか笑いながら追いかけてくる。だからこれゲラってそういうこと。え、どうすんの？時間？それともフロアゲロ？一応ここなら外周ぐるっと回って逃げれるはずだから。え、あ、なに？うん、消した！え、なんで？いんの？うわ、びっくりした！いる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 、早い！しかも早い！結構早いぞ！え、安心したと思ったのに！どうすんのこれ！
参ったとしてもその先に何かいる、ずっと追いかけてくんの、ずっと追いかけてくんのこいつ、うわいる、やばい、早いよ、早くねお前、お前早いよ、お前早いよ、お、え、右、右の画面また変わるんだ、ちょこちょこなんか画面変わんのかよ、右パターンいくつかあんのかよ、もうやめてよそんな、これ R17 じゃなくても本気で怖えんだろうな。マジで言ってんのこれ、失踪シーズンになっちゃうよ、戻ってきた、いや怖いって、しかもこいつ意外と速い、走る前提で逃げないとダメなんだ、もう走る前提で逃げないとダメだし、普通に速い、思いのほか、どこに逃げればいいのか分かんないしね、とりあえずさっきのタカのところに逃げます、タカのところに逃げます、まずは、しかもめっちゃ速いから、あのめちゃくちゃ最適の AI で追いかけてくる、青鬼なんかとね、青鬼なんかと目じゃない、最適 AI で、しかも超高速で追いかけてきやがる、なんだこれで、え、これこれさ、やりすぎじゃない、ゲームとしてはやりすぎな気がするけど、あ、やべえ、ミスった、これじゃダメだ、ここじゃダメだ、鉢合わせる、もしかしてこれ右にまた出てくる可能性はあるけど、鉢合わせちゃうかな、あ、やっぱ出てくるんだね、部屋に逃げます、人の部屋だとどうなるんだろう、え、あれいない、え、タカさんいないけど、ちょ、待って待って、うわうわうわ、鉢合わせ、鉢合わせです、鉢合わせです、さあどうしましょう、ミラクル回避戦、近いしさ、来るしさ、ちょ待って、タカさんいないけど、ずっと笑い続けるし、 LINE がまだ使えない、いやここダメだ、え、ダメな部屋がある、待って待って、 EXIT が封じられてる、おい、なんだなんだ、右になんか出てる、結構右がいたずらしてくんな、右で結構いたずらをしてくるけど、うわやっべ、おそれは無理です、やっぱ一人じゃ無理だよ、あのね、やっぱホラーゲームは確かにね一人で行くんだけどさ、まあまあまあ、うん、正直ねダメだよ、やっぱ誰かについてよ、うん、ちょっと格好悪いかな、そっか、あ、部屋に戻ろう、あ、そっちのフラグもあるんだね、あ、瞬間移動した、ラッキー、あ、違うわ。じゃあ部屋に戻るルートもあんのか。よし。そうだよ。303だね。303に行こう。